られることが第一で、誰かをねぎらうこと忘れてはいないか。君は素晴らしい仕事をしたけど、君の舞台を支えてくれる縁の下の力持ちがいることを忘れないで。ただ楽を選ぶことじゃない。生まれたままの姿で、少しは恥じらいながらも、人として生きる意味があることを忘れないで。もあるがままに愛するものをできるだけ愛して。